キブキご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは一人ずつ感想を聞いていきたいと思います。じゃあみゆちゃんからどうぞ。はい、もう1時間半があっという間なぐらい本当に楽しくて、この番組の虜になりました。大好きになりました。また来れるように頑張ります。お待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、いろんな企画をやらせてもらったんですけど、バレンタインの告白企画ですごいガチで挑んだんですけど、もう最下位ってめちゃくちゃ恥ずかしい思いをしたんですけど、これをバネに、今後とも精進いたし、精進したいと思います。動揺しすぎだ。頑張ります。すごい楽しかったです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。チョコ取りゲームの時とか負けず嫌いがすごい出てしまってめっちゃガチでやったんですけども、気づいたらすごい楽しんでたのでまた出たいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ最後花さん、はい、今回ですね、ちょっとバレンタインの告白選手権ちょっと惜しくも2位だったんですけれども、まあまあまあでも、いるからここに、まあ、うん、まあ一人勝ったなって勝ったなって思ったんで、いやもうそれだけで十分です本当に。はい。喧嘩が喧嘩がね、一人だけ一桁のパーセンテージ、ね。本当だよ。なんかコメントでもさ、なんか9点いくつみたいなコメントでも流れてる。すげえいじられてる。いじられてる。あともうちょっとで 10% はいけたのに。そう、いけた。せめて2桁。せめて2桁。はい、とっても愉快でした。はい、はい、ありがとうございます。楽しい配信でした。皆さんありがとうございました。あ、怖い。大丈夫。